マリアディオです。しのぶです。ヨコです。ショッピングの楽しみの一つにはやっぱり海外の場合は値引き交渉、これは楽しいっていうか最近慣れてきましたね。楽しいですよ。まず日本人と見ると本当倍ぐらい、深かっておりますので、地域によっちゃ10倍って言ってましたよね。10倍って、ネパールは10倍が当たり前です、ね、そうなんですよ、ね、絶対いい値で買ってはいけません、そのやり取りお上手ですよね。ありがとうございます。本当にもう私なんか見てると惚れ惚れいたしますね。そうですね。あれでちゃんとこう負けてもらったと思う時は嬉しいですね。そうです。それでしばらく歩いてるとそれより安かったりすると、そうそうそう、まあ、それはそれでねまあいいかと思えるんですけれども、ありますね。半額ぐらいで喜んでちゃいけないですね。いけません。今度はもうちょっと心して頑張りたいです。取り組みたいと思います。はい。